急レース東日本二次予選1着で勝ち上がりました埼玉の矢口洋一選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。前受けからになりましたけども作戦はいかがでしょうか。まあ、作戦はあの北日本が、後ろ攻めだったら突っ張り、まあ、あの形だったら1回引いていけるところっていう作戦でした。あの前段が前の方でもつれて、まあ、そこを小林選手は一気にいったと思うんですけども、かかりはいかがでしたでしょうか。いや、ジャンから本当ハイピッチで、まあ、その中でもまあ多少余裕あったので、まあ、よかったです。この3走してみて今日が一番ご自身の足は良かったですか。そうですね、まあ、昨日に比べてだいぶセッティングを変えたので、まあ、それがちょっと当たったなと思います。まあ、ミヤハイといえばタイトルを取られた思い出のある G1 だと思うんですけども、そこはいかがですか。まあ、3年前だと思うんですけど、まあ、あの時は本当奇跡的に取れたので、まあ、ここは、まあ、そうですね、思い入れの深い、まあ、番組一つであるので、まあ、なんとかあの頑張りたいという気持ちはあるんですけど、はい、何もなければこのまま関東は9人乗る形になると思うんですけども、結構たくさん乗って嬉しいことではありません。まあ、嬉しい悲鳴ですよ。そうです、まあ、並びとかもあります。まあ、もう僕は与えられた場所で与えられた仕事をあのしっかりやるのをやるだけなんで、はい。まあ、先ほどセッティングを少しいじられたと言ってましたけども、この後はもういじる予定とか特になく、まあ、ちょっと思ったことがあるんで、まあ、工業省かなっていう感じなんですけど、まあ、まだまだ分からないです。ありがとうございました。では準決勝、その後に向けて意気込みをよろしくお願いします。明日も一生懸命あの走って一着取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。